うちあのアディション7箇条っていうのがあって、まあそのスタッフみんなで共有するなんていうんですかね、まあ、心意気みたいな、 こんな心意気で仕事しましょうみたいなのがあって、それはあの毎朝朝礼でみんなでこう言うんですよ、口に出して。それ言うとやっぱりこうね、違いますよね、ちょっとそこでまず引き締まる、はい、心が。朝礼ですね。朝礼だね。うちはあの握手もともとしてたんですけど、朝会ったらおはようございますと一緒に握手する、これ文化で文化もともとやっぱこの辺でずっと働いてて、僕上京、北海道から上京してたんで、やっぱ憧れもめちゃくちゃあったんですよね。で、もともと渋谷は多分ちょっとイメージ的にはなんていうんですかね、おしゃれな美容室というかは派手な感じというか、ね、まあ、間違いないギャルっていうワードがあったのかちょっとわかんないですけど、まあ、ちょっとギャルっぽいみたいなイメージがあったと思うんですけど、でもね、僕が多分独立するぐらいのタイミングでやっぱ渋谷の開発がめっちゃ進んできてて、でなんか多分大人のね渋谷、こう若者の渋谷じゃなくてやっぱ大人世代を取り込む渋谷に多分なりつつあったとこなんですよね。光家とかスクランブルスクエアとか宮下パークもあの工事始まりますみたいな感じだったんで、そしたらもう多分東京は多分もう渋谷が中心に回るなと思って間違いないです、うん、渋谷でしか美容師をしたくなかったぐらい渋谷にこだわってるというか、なんかその東京で上京した時になんかもう建物でかすぎてあのスクランブル交差点とかでかすぎてそこだわと思って美容師するんやったら東京やなと思って、急に心境が変わった時があってその時になんか大石さんのその渋谷でこうしたいっていうのと、うん、なおかつ自分がこう渋谷でっていうなんか意見があったというか、うん、そうね、なんかこうしたいっていうのが一致したんで、うん、そこでやっぱ、うん、てっぺん取るしかないです。いやーそうなんですよもうてっぺん取るんですよ渋谷で、もう取るんですよ、うん、取るって決まってるんですよろしくお願いします。お願いします。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。一歩いいと言ってもこういうピンクとか暖色入れなくて、今日まあこの辺。あのその人の感じてる明るさをなんか読み取るのはめっちゃ意識してますね。で特にうちの場合その写真をインスタとかの写真を見てこれにしたいって人が多いんですけど、やっぱ写真の見え方と実際にやってみた感じ、そのお客さんのこうお顔とか肌とかこうなんですかね、目とかいろんなところに合わさった時に感じる仕上がりって全く違ってくると思うんで、なんかそこをちゃんと似合わせるというか、写真通りにピタッと合わせるんじゃなくて、なんかそこをパーソナルに改めてカウンセリングして考えるで提案するっていうのはめっちゃ考えてますね。意外とこう写真で見るとすごい暗めのカラーとかを実際にやったらすごいあのちょっと暗く感じすぎちゃったとか結構あるあるだと思うんですけど、結構特に僕のお客様って少し大人世代の方も多いんで、あんまり暗くしすぎちゃってちょっとこう血色悪く見えちゃうというかは、そこの絶妙なメイドのトーンを感じ取る。これはですね、なんか新しくカラー剤とかが来たら一回こういう風に試しでやってみて、おすすめの配合とかをでやってみて、それがどんな感じになるかをここに貼ってちょっと参考程度みたいな感じですね。最初にこうやって一回、これでもスタッフがやってたんですけど、みんなこうやってやってからお客様に試してますね。特にうちの場合そのブリーチしてる人がほとんどなので、そのブリーチのその絶妙なアンダーによって色の入り方変わってくるんで、こんなストレス、はいはいはい、綺麗、綺麗なの、何年前ですかね。でもネットで多分全部買えますね。
なんか美容に触れた人が一番っていう美容師ですか、ね、なんか僕最近めっちゃ思うのが2番って覚えてないじゃないですか。あ、そうね。いや、一番高い山って何ですかって言ったら、確かに日本で一番高い山って何ですかって言ったら答えれるじゃないですか。でも2番目に高い山って何ですかって言われて答えれないじゃないですか、うん、俺も分からん。もうそれが答えだと思う。確かに。だからその美容師としての1番って誰ですかって答えた時に、一番はなんかその人の中での一番はパッて出るかもしれないですけど、二番は多分出ないと思う。なるほど、なるほど。それっすか。それっす。かっこいいね。うん。でもなんかすごい思っ、すごいめちゃくちゃ考えてるのは、やっぱそのオーナーになった時に、やっぱこうスタッフがみんないて、こうね、すごいみんなでこう高め合いながら働いてくれてて、でもやっぱり美容室ってどうしてもこうなんていうんですかね。まあ、他に行きがちっていうか、なんか離職率も高いですし、この経営者になって思ってるのは、やっぱこう一緒に今働いてくれてるスタッフが、まあ、ずっとそのお店でこう幸せを感じてくれればいいかなと思ってて、それが僕の一番ですね。なんか数字的にどうこうとか店舗数どうこうとか、あんまりぶっちゃけ興味がないじゃないっていうか、あるけどないみたいな感じで、なんかそれよりもあのいてくれるスタッフがここでが一番ですって言ってくれれば僕は一番だと思ってるんで、なんか本当それぐらいの感じで、これなんすよ、これなんすよ。もうちょいです。大体それ以上になってくると売り切れます。ハイライト出たりとか。若干上がるかも。まあ伸ばすまで結構。あれだな。いや、もう多分人とお金ですね。うん。やっぱ人間関係がうまくいかないか、給料に不満があるか、もうどっちかじゃないですかね。でもこれあの辞めてね、分かるんですけど、別にどこも変わんないんですよ。あの働き方変えても場所変えてもこの問題って絶対に変わんないんで、だから自分のこうメンタルの持ちようというか、なんかでもそこを育てていきたいなとは思いますね。懐かしいですね。もらわないですけど、でもなんかこれ食べたらしい。なんかいい意味で結構自由に、あの自由っていうのは結構僕の中でワードの入ってますね。そのちょっとまあその自由っていう言葉自体が若干ニュアンスっぽくなっちゃうんですけど、やっぱその人のやりたいこととか、そもそもそのこうしていきたいっていう部分をやっぱ重視するっていうか、お店の方にはめるのももちろんいいんですけど、大事ですね、会社を作った上では。でもそれをやりつつちょっと自由にやるみたいな、なんかフリーランスになった途端いきなり本領発揮する美容師さんとかって多いじゃないですか。なんかでもそれって多分自由だからこそ、多分自分で考えれる部分とかってたくさんあると思うんですよ。そのメリットだと思いますし、でもそれをやっぱり会社単位でなんかやっていきたいなと思ってますね。超自由にやらせてもらってます。いや、その通りですね。マジで自由にやらせてもらいすぎて、結構お客様とかにも間違われるんですよね。業務委託ですか、業務委託、このサロンって業務委託ですかみたいな感じで言われるんですけど、あ、ちゃんとサロンですみたいな感じでなるんです。で、それぐらいなんか自由にやってるし、やらせてもらってるんで、なんかそれが強みじゃないですかね、アディションの、うん、そうだね、はい。まあ、特に例えばイサノとかだったら、やっぱこうすごい自分で考えるこう脳みそがもともと備わってるんで、やっぱそういう人材をあんまり型にはめすぎちゃうと、やっぱちょっとこう窮屈になっちゃってっていうのは結構美容室あるあるだと思うんですよね。やっぱこう能力が高いからこそやっぱ縛られちゃうみたいな、出る杭打たれるみたいな。あ、でもそれ、うん、それっすね。ね、それをしないようにしてますね。やっぱその人の個性って絶対あると思いますし、特にやりたいことが強い人はやっぱそれをバックアップしていくみたいな。下にもチャンスがあるっていうのは確かにめちゃくちゃそうだね。まあ、他のサロンはどうやってるか分かんないですけど、うん、そうだね、はい、確かに本当に縛られないんで、うん、なんか自分でもチャンス掴みに行けるし、
さん捕まってくれるっていうのは僕の始まりがそれだったんで、ありがとうございます、はい、どっちもね、結局どっちもなんか結果に食べても毒じゃないからまだいいよね。実際今考えてます？いや考え、めっちゃ考えてるんですけど、はい、めちゃくちゃ悩むこといっぱいで、何を悩んでるかっていうと、僕のモチベーションに誰もついてくれないですよね多分教育にならないと思うんで、なんかそこでどう制御してというか、どうやらないといけないのかなっていうのはめっちゃ考えてますね。人それぞれのモチベーションがきっとある中で、それをどうまとめるかいやもう本当に、うん、なんか変な話、僕そこをちゃんと会社としてあの教育のシステムをちゃんと作れば、そのさっき言ったその自由にできるっていう部分を、うん、ある意味その開放的にできると思ってるんで、いろいろ試したんですけど、まだ準備段階かなって。口で言っても無理だって、うん、で目の前でやらしてもまあ続かなくてってなったら、一、うん、回試したのは我の背中で見せたろうみたいな。はい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 。だから背中見せるね。2人の目の前で自分が練習するというか、はい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 、自分がこうやってきたっていうのをやってもあれかみたいな違った、やっても違うかみたいな感じだったんで、したら簡単なんですよ。修行を始めればこう楽しくてやるんですけど、うんうんうん、するまでじゃないですか、ね、あそうだね、腰上げるまで、そうですよ。